はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。感染感覚デカです。本日の動画ではこの真四角のキューブ型を使って四角いメロンパンを作っていこうと思います。この動画を見ればメロンパンのクッキー生地の作り方、またふわふわした菓子パン生地の作り方が学べるようになってます。こねるシーンもね、ちょっと多めにしてますので、ぜひ楽しみに最後まで見てください。それでは本編はこちらです。どうぞ。では本日もパンを作っていきます。こんな感じのレシピになってますね。生地のベースとしては一般的な菓子パンで使われる生地です。で、今回はね、キューブメロンパンということで別でクッキー生地も作っていくレシピになってます。それではパンの生地作りをスタートしていきます。菓子パンに使う粉は強力粉でもちもちさせていきます。大きく膨らんだ方が気泡が多く入るので、一口あたりのね、歯切れが軽くなります。クッキーの甘さに負けないように砂糖はちょっと多め。生地がしっとり仕上がりやすい上白糖を使うのがこだわりの一つです。うん、美味しくなりそう。そして塩も入れていきます。あとはスキムミルク、ミルクの風味をね、これで出していきます。そしてインスタントドライスト、これが入らないとパンは膨らまないですね。あとは水を使います。冬場はちょっと温めたものを使いましょう。発酵が進みやすくなるのと、生地がつながるね、グルテンという成分もできやすくなります。卵が入ると生地は軽いサクリとした仕上がりになります。生地は台にこすりつけるようにしてこねていくとまとまりが出てきて、ふわふわした食感のいいパンになっていきます。結構今回はベタついてまとまりにくい生地なので、こういう風に叩くと生地のね、
水分を程よく飛ばすことができるので、まとまりが良くなってきます。生地の表面がつるっとしてね、ベタつきがもうほとんどなくなってきました。ここまで来たらバターを入れてこねていきますね。バターは生地を柔らかくしてくれます。これが入るとね、ふわふわにすることができます。最初は生地のつながりがバターの油脂に邪魔されてちぎれていってしまうんですけども、これもしばらくこね続けるとひとまとまりになってくるので、そこまでこねていきましょう。はい、それではバターが馴染んで生地がつるんとしてきました。ここまでできたら生地完成ですね。表面がね、つるっと滑らかで押した時弾力があって跳ね返ってきます。生地を伸ばしてみて、薄い膜が張ればいい生地ですね。うん、これでバッチリです。綺麗な状態に膜張りました。ではこれ生地完成なので発酵させていきます。では元のボウルに生地戻して、大きさが倍ぐらいになるまで発酵させていきます。それでは行ってきます。それでは生地の発酵中にクッキーを作っていきます。クッキーはサクサクした食感にするために薄力粉を使います。そして砂糖です。そしてバター、指でバターをチネチネしながら小麦粉と合わせていきます。バターが馴染んでくると粉チーズっぽい色合いに変わってきますね。うん、良さそう。こんな感じ。ではこの中に卵も加えていきます。卵は焼くと固まるので、さっくり軽い感じが出せるのは卵のおかげです。こんな感じで粉っぽさがちょっと残ってる程度の時にチョコチップを加えていきます。チョコチップを全体に行き渡らせて、もうなんかチョコチップメロンパンみたいですよね。うまそう。では冷蔵庫に入れてきます。ではこちら発酵が終わった生地ですね。しっかりとボリュームが出てます。指に粉つけて発酵状態チェックしますね。プスッと刺してスッと抜いた時にこの穴が塞がりきらなければ発酵良好ですね。うん、まあちょっと塞がっちゃうけどいいかな。では生地のガスを抜いていきます。
ではこちらの生地は少し休ませた後に使っていきます。休憩ですね。ではこの生地を休ませてる間の時間でクッキー生地も整えていきます。今日は6個パンを作っていくので6等分ですね。結構ベタつきやすいのでね、粉つけながらやるといいかなって思います。ちょっと揉んでしなやかさ出したら丸くして平べったくします。この形を作っておきましょう。揉んで柔らかさ出して丸くしたらちょっとベタつくね。潰してこの形。では形を整えていきましょう。こちらの生地もね、軽くまた丸め直しておきましょう。先ほど広げたクッキー生地を重ねてこのまま潰します。上のところぺったり覆ったら手を逆ハの字にして内側に入れ込んでいきます。でこれでくるくる回すと均一に包み込んでくれます。上こんな感じ、裏側こんな感じです。でちょっとこのつまみ目の部分はねキュッと閉じておきましょう。これで OK。 そしたらバターの塗った型の中に入れていきます。クッキーの面が上ですね。では全ての成形が終わったのでこちらは発酵に入れていきます。この型のね高さぐらいになったら OK ですね。では発酵に行ってきます。では発酵が終わる前にオーブンの予熱を準備しておきましょう。型に入れて焼くパンは温度の上がり方が悪いので天板ごと予熱しておきます。ではスタート。はい、それでは発酵が終わった生地です。こんな感じに膨らみました。ではこちらを焼いていこうと思います。上に飾りでグラニュー糖もね振っときます。これニュアンス程度に軽くでいいかな。パパパッとパパパン。よし、それでは行ってきます。では火傷に気をつけて入れていきましょう。いってらっしゃい。美味しくなって帰ってきてね。砂糖、それでは焼き上がったので見てみましょう。おお、うまそう。それでは仕上がりはこんな感じです。うん、いいね。はい、それでは本日は四角いキューブ型でメロンパンを作ってみました。キューブメロンパンですね。こんな感じの仕上がりになってます。今回ポイントはね、横の方までクッキー生地を乗っけることで、もう全体がね、サクサクした食感があって、チョコの甘さも楽しめるっていうような作りにしてみました。では早速先ほどね、切ったやつを食べてみたいと思います。いただきます。うん、うまっ。ちょっと待って。うん、うまっ。これどの方向から食べても必ずクッキー生地に当たるのでクッキーの美味しさとパン生地の美味しさね、両方楽しめますね。でまたこのね、角っこを噛むとクッキーの割合が多くなるので食べる場所によっても食感とか味わいが変わってきます。生地もね、ふわふわですごい美味しいです。ぜひ皆さんも作ってみてください。はい、それでは本日の動画はいかがでしたでしょうか。作ってみたいな、食べてみたいな、美味しそうだなって思った方、ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼しまーす。